はい。今回ね、ちょっと、緊急でね、動画回させてもらってるんですけど、まあ、なんで動画回したかっていうと、今ね、ほんとたった今、日本対クロアチアの試合が終わってね、日本代表が、PK 戦でね、惜しくもクロアチアにね、負けるっていう結果になったんですけど、まあ、本当にね、ちょっとこの結果に関して、すごい。まあ大会通じてかな。すごい。やっぱりこの、本当に申したいことがすごいある。なんかね、一言二言では収まりきらんから、ちょっと、もう動画にしてね、こう思いをどんどんぶつけていきたいんだけど、とりあえず、日本代表、森保ジャパン、感動を、ありがとう。最高でした。マモ。非常に大きな感動と夢を、希望をね、日本中に届けてくれたと思います。そこでですよ。はい。僕たちも今、分岐点ですよね。まあ、そうですね。大きな分岐点に立ってますね、僕ら。そこでね、このサッカーワールドカップがちょうどあったということでね、まあ、新たな目標ということで、僕たち、アンノンチャンネルで、4年後、アメリカ、メキシコ、カナダの合同開催のワールドカップ、現地で、日本初のね、ベスト8を見届ける。そうですね。しかもちゃんとインフルエンサーとして見に行きます。そうですね。多大な影響力を持った人になってね、盛り上げれたら大会を、ね、日本代表をね、応援できたらと思ってます。4年後、まあ、選手たちも言ってたけど、難しいよ。こっから切り替えて4年後、継続すること。確かに。それをね、もう諦めずに、この日本代表が教えてくれた粘り強さと、諦めない気持ちね。やってやるんだっていうね、世間一般の意見をね、ひっくり返す、そんぐらいの勢いで、僕たちもこれから活動していきたいと、強く思うことができました。まあね、だから今立てた目標をね、こう4年後絶対叶えるために、このアンノーンのね、これからの歩みといいますか、4年後に向けたロードトゥアメリカね、ぜひ見ててください。で、絶対叶えますんで、目標をね、口だけにならないように、どんどん僕らも行動していきましょう。では皆さん、4年後にアメリカで会いましょう。See you next World Cup。アンノンチャンネルとともに。アンノンチャンネル。しゃあ。頑張ろう。頑張ろう。一人おらんけど。ケイタもね。死んだ。死んだ、ケイタ。死んだ。今彼はね、大阪にいますんで。視聴者の皆さんもぜひ、新たな目標に向かって、4年間一緒に頑張っていきましょう。まあ、それと視聴者の皆さんの支えなしではいけれませんので、僕らもぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で緊急動画ということでね、また違う動画で会いましょう。ありがとうございました。胸でかい誇りを掲げていこう。まだ上に行けるぞ。